ントって熱容量が大きいから一旦温まってしまったら全然寒くならないしさ、温め切るっていうのが、まあ、重要だってことになるんだよね。今回は RC 戸建てのリフォームをしています。まだの断熱性の高いものに変えたいのですが、基本的にはカバー工法でつけることになりますか。また防火指定地域でもあるので、うん、防火窓にする必要もあって、そのどんな種類の窓があるのか、付け方の違いも含めて教えてほしいです。建物で、まあ、どこが一番断熱性が重要かっていうと、これは言うまでもなく窓だっていう話があってさ、はい、窓を変えると結構断熱性能変わるよねっていうのは、まあ、これは周知の事実やんね。カバー工法どうなのっていう話で、カバー工法っていうのは、まあ、こういうふうに普通に RC のこういうふうな機体があって、でここにまあサッシが取り付いてますと、この枠の上にその上からもう一個こういうにかけてここに窓を付け直しますよっていう、まあ、そういうのが一応あるんだよね、はい、断熱性能が高い窓をもう一回付けれるよっていう、まあ、そういうふうな話にはなると、まあ、障子ってこの窓側のことを障子っていうんだけど、この障子をどういうふうな障子にするかって、まあ、当然断熱性能変わるよねっていう、そういう話はあるんだよね。それは RC に限らないけど、昔の建物ってみんな短板ガラスだしさ、それはやっぱ窓からの熱損失大きいよねって話になるから、でそれがそのペアガラスになって、ペアガラスも昔は空気層が6ミリとかそんな感じだったんだけどさ、それが近年12ミリになって、このガラスもロイガラスになりましたと、まあそういう感じなんで、ロイガラスかどうかで結構熱損失違うしさ、でもまあ一般ガラスの服装がぐらいで、まあ快適に暮らせてるからこれでも大丈夫なんじゃねえかっていう気はするんだけどね。防火地域か非防火で全然これ考え方が違ってくるんだけど、その防火地域でやれることと非防火地域でやれることっていうのはまあ違ってて、で防火地域だったら、まあ、純防火地域だったら純防火のサッシにしなきゃいけないからさ、接続の仕方自体が防火認定受けてないといけないよね、厳密に言うと。だからカバー工法は受けてないやろ、おそらくな。なんかちょっと調べて入れといてほしいんだけど、この一般的なサッシって基本的に接続方法も踏まえて認定されてるっていう、このサッシが防火サッシであるのはもちろんだけど、その固定方法もあの認定の範囲じゃないといけないんだけど、ここの防火性を証明するっていうのはまあ難しいんじゃないかなとは思うよね。ちゃんとした認定に近いものには作れるとは思うんだけど、やり直すことで。それが厳密に認定に入るかってなるとやっぱ難しいんじゃないかな。もともとが多分あのシングルガラスだろうから、まあ、それは全然住環境違って、普通にエアコンを連続運転していく分には住めるあの住宅にはなるのかなと思うんだよね、窓さえ変えれば。コンクリートって熱容量が大きいから、急に温まったり急に冷やしたりっていうのは基本はできないんだよね。でも今度一旦温まってしまったら、ちょっとした外気が入ったり窓開けたぐらいだったら全然寒くならないしさ、温め切るっていうのがまあ重要だってことになるんだよね。窓さえそこそこのものがついてれば、まあ、最低限暮らせるよねっていう、まあ、そういう風な話はもうこれ住んでて体感としてあるんだけど、とはいえもっとその優れた住環境を目指しましょうっていうのは、まあうちの会社としてもあるから、厚めにちゃんと断熱材して、まあ、窓もそこそこのものを入れてっていう、まあ、それだけで十分な快適な住宅になるっていうのは、まあこれ住んでたら分かるかなっていうあとその連続でエアコンを運転させる必要があるっていう、まあ、そういうことは言えるかなと思うんで、の調べて載せといていただいて法で見た時に、その今の既存のままで内窓をつけるとかしたらいい、うんうん、ああそれは全然いいよね、はい、うん、あ、まあそういう手あるよね、確かに。もう全然忘れてたんだけどカバー工法を採用せずに内窓つけるっていう手はまあ順当な手としてあるよね。で内側の方をペアガラスにすれば済んでるわけだからさ、まあ前よりは環境としていいよねっていう。だから内窓つけれる状態だったら内窓つけたらいいよね。北海道なんて大体内窓ついててさ、まあ一つはやっぱ結露しやすくなるわな、恐ろしく。この2枚つけると外側が結露しやすくなるっていう問題点はあるんだけど、基本的に。とはいえ暖かく暮らして、まあ、手前側結露してないからまあいいやみたいな、そういう落としどころではあるんだけど、うちの物件はその内窓つけても、まあ見てる限りは結露はしてないね。結局この内側をつけると
この室温の温度があったらやっぱこの窓で遮ることになるからさ、だからここが冷えるってことになるんだよね、ついてないのに比べて。だからここの空気が温度が低いから湿気は多少入ってくるよねっていう風になるから、そうなるとその湿気がここで結露しちゃいますよって、今しやすくはなっちゃうよね。内窓つけないのに比べて内窓つけると結露はしやすくなりますっていう、普通に関東とかだったらそんなびっくりすることしないし、まあちょっとするかもしれませんっていう、まあその程度のことだから、まあ内窓確かにつければいいね。うん、本当そうだわ。内窓つけると防音性も上がるからね。あ、そうですね。外側のこういう風に窓あって内側もある、この2つあるっていうのは防音に非常に有効で、いわゆるその外側が振動しても内側には伝わっていかないってことになるんで、ここはある程度開けなきゃいけないんだけど、まあ大体10センチぐらい、この理屈で開けたら振動しないんだったら、ペアガラス振動しないって話になっちゃうからさ、だから2枚一応ガラスがあるけど、あれはその空気の厚みがちっちゃいからない。一応目安として10センチぐらいあったらいいよねっていうのは、まあ一応あるんだよね。まあそんな感じです。ありがとうございます。はい。